こんにちは、日野です。今回はカスタマー令和のですね、新しい使い方についてお伝えしたいと思います。でこれはこの前吉野内誠一郎先生にズームセミナーをしていただいたんですけれども、その時に教えていただいたやり方ですね。あ、こういうやり方もあるんだということで僕自身は驚いたんですけれども、そのやり方についてね、ちょっと簡潔にお伝えできればというふうに思います。でどういうふうに使うかっていうことなんですけど、このカスタマー令和っていうのがありまして、これはまあいろんな水を転写したりして自分のこう希望するもの、健康管理とかシェイプアップとか、まあいろいろありますけれども、そういったものを転写して波動水として飲んでいったりすることもできるし、一方で遠隔ヒーリングということで自分以外の人、自分ももちろんできますけど、自分以外の人をヒーリングしてあげることもできる。例えば家族に対してのヒーリングっていうのもできるし、同じここにこの場所にいなくても離れたところ、例えば自分の父親がですね、例えばですけど北海道にいたとしてもですね、自分ここは滋賀県で父親が北海道にいたとしてもですね、北海道にいる父親に向かってここに父親の情報を読み取って、で遠隔ヒーリングでヒーリングをしてあげることができる。でそれはそれですごい便利なんですけれども、このヒーリングをしてあげる間っていうのはですね、これずっとこの機械が使われていますので、他のことに使えなくなるっていう、まあデメリットもあるわけですよね。まあこれがもう1台あればこう使い回し、いろいろもっとできてね、いろいろ使えるんですけども、1台で使い回すとなると遠隔ヒーリングをずっとしてるわけにもいかないわけですよね。でそういう時にどうすればいいかっていうと、波動水をですね作ってあげて、それをですね飲んでいってもらったら、まあ、遠隔ヒーリングとまあ同じような、あるいはもっとこう直接飲んでいただけるので、よりこう効果的な形でカスタマー令和っていうのを使っていくことができる。ただし離れているので、それをですね、水を例えば転写水を作ってあげるとしても、それを作った転写水をですね送ってあげる必要があるわけですよね、物理的に。波動転写水を、父親の転写水を作ることはできるんですよ。でどういうことかっていうと、ここに父親の写真か、あるいは父親の住所とか名前を書いたものを載せて情報を読み取る。そして今度は転写をする、水をこうポンと置いて、そこに転写をする、水を転写してあげる。そうすると父親の波動水ができるわけですよね。でこれをただ送ってやる必要、物理的に送ってあげる必要がある、北海道までってなると大変ですよね。持っていくのも大変だし、送るってなっても送料がかかってくると。でそういう場合どうすればいいかっていうことで、この前おっしゃっていたのがですね、父親のそのカスタマー令和で使う波動水、まあ、専用のねボトルを作ってもらうっていうことですね。まあこれ一番わかりやすいのが、その時セミナーでおっしゃっていたのが、ここに名前を書いて貼ってもらう、自分の父親の名前をここに書いてもらう。でそれを貼って、それを写真を撮るんですね。で写真を撮ったものをデータか何か、まあ、メールとか LINE とかで送ってもらって、それをこっちでプリントアウトするんですよ。そしたら、まあ、ちょっと今写真ないですけれども、こういう例えばね、父親のペットボトルの写真が、あると作れるわけですよね。でこれをここでですね作るんですよ。作るというか、父親の情報をまず写真か父親の名前を書いたものを使って父親の情報を読み取る。でそれを今度はこの紙の、まあ紙というかプリントアウトした波動水の、プリントアウトしたボトルにですね転写するんですよ。そうするとこのボトルがですね、即こっちのボトルに転写されている状態になるということなんですね。つまり距離関係なく、このボトルは北海道にあったとしても、この写真のボトルに転写することで、この父親の北海道にいるボトルにも同時に情報が転写されるということなんですよね。これ非常に面白いですよね。というかすごい画期的だと、画期的というか、まあ、遠隔ヒーリングとかからの原理から考えれば、量子力学とか、ね、そういったことから考えれば、まあ、そういうことは十分あり得るなってなるんですけれども、まあ、とにかくそういうことで距離が離れていても波動水、まあ、転写水を作ってあげることができるということなんですよね。ですから今までは物理的にこう作ってあげて持って行ってあげるとかね、作って送ってあげるっていうことをすることが必要だというふうに思っていたんですけれども、そういう工程が必要なくなったと。でここで写真に転写してあげると、同じ写真にあるもの、
実物が転写されているということですので、そのまま父親が離れていてもですね、その北海道で水を飲んでもらうことができるということなんですよね。だからそういう意味で家族とか、あるいはこう癒してあげたい人に、まあ、了承を取って、そういう波動転写水、波動の転写水っていうのをですね、作ってあげることが遠隔でできるということですね。まあ、これ非常に面白いというか、すごいなっていうふうに感じたんで、またカスタマーレイがお持ちの方はですね、そういう使い方もしていけばいいんじゃないかなと思いますし、ぜひですね、ご家族とか離れているね、親戚とかご家族とか、まあ大事な人がいればですね、そういうところに、そういう方に使ってあげればいいんじゃないかなということですよね。まあ、非常に応用範囲のある使い方であるなというふうに感じましたので、今回ね、ご紹介させていただきました。またこういう、ちょっとした面白い使い方とかあればですね、その都度、動画でもね、ご紹介していければと思っていますので、よろしくお願いいたします。ということで、今回は以上になります。ありがとうございます。